え、本当に初めては大学ですかね。足速いだけで会場沸くじゃないですか。まあ、結婚とかしたとしてもやっぱ一人の時間も楽しみたい派なんで、うん、まあ背が低い。おい、褒めてねえ褒めてねえじゃねえか、一発目から褒め合ってってむずくないですか。うん、なんだろうね、まあ、サッカーで言ったらやっぱ天才なんですよこいつ。なんかタッチだったり、あの一個一個のトラップだったりっていうのはやっぱチームで僕は一番だと思ってるんで、うん、そこはやっぱあれですね、見ててうまいなっていうのは練習中つくづく感じてます。本当にいじってるんですよこれも。いや、ガチっす。いつも言ってるんですけど、見てる人分かると思うんですけど、一個一個のタッチだったりっていうのは本当にあのうまいと思うんで、嬉しいですけどね、うん、そういうとこ。今心の中で思ってるって言ってましたけど口に出ちゃってますからうまーって言ってますからね練習中全然練習中言いますね。でもそう言ってますけど繊細なとこ持ってますし、足元。いやいやいや、監督もいつも言ってますけど、ケンシロウはなんかちょっと人と違うところが見えるみたいなことも言われてるんで、まあ、僕もちょっとその通りだなと思いますし。いやいやいや、あ、身長っす。お迷惑かけてねえよここを直して。なんだろうな、寂しがり。トイレ行くのもよくいたじゃないですか、学校で女の子連れションって言うんですかどこ行くにも呼ぶんですよ、昴生、ちょっと先行くと昴生待ってとか言って。確かに、それはあるっすね。一人でご飯とか行けないんですよ。まあ頑張って、あのスポンサーの生姜焼きさん、母さんの生姜焼きさんは一人で行くんですけど、それ以外は基本入れないですね、一人じゃ。はい、なんで誘ったり、でも、あ、ここ直してありました。誘った時にちょっとノリ悪い時あるんですよなんか俺家でご飯食べるからみたいな。違うんですよ、ちょっと出ないところあるんですよ。タイミング悪いんですよ。まあ僕基本的には自炊してるんですけど、うん、作った直後に連絡来たりするんですよ、まあ、極力一緒にご飯は行きたいですよね。はい、そういうとこあるんですよそういうとこあるんですよ。もう本当女の子みたいな、ね、そういうとこ。なんか結構同い年って別れるんですよね。なんかめっちゃ仲良かったり、結構なんていうの、ぎこちなくなったりみたいな。で俺はなんていうの、同い年よりも先輩だったり後輩だったりっていうのがあの好きなタイプなんで。僕がここに入団決まった時に、うん、ちょっと嫌だったらしいです。同い年来んのか。そうです。なんか、まあ、どういう感じになるのかなみたいな。まあ、なんか何でも言えるから、こいつに関しては。だからそういう面では、なんか同い年ってよりも後輩に見てる感じです、僕は。それはありますね。完全に、完全に後輩に見てますね。行って、あ、よかったなって思うのは、なんか、キャベツ畑ってあるんですけどなんかケンシロウに一回案内してもらった夜景の見える場所がお前さ、いや、グッときましたね、はい、ここはいいとこでしたね。三島の方なんですけど、変な感じするっすね、夜景行ったみたいに行ったらなんか付き合ってんじゃないみたいないそうですよね行ってみたい場所、あんまりあのそれこそ浜松の方とかあんま行ったことないです。まあ試合で行ったりとかあるんですけど、なんか飯がうまいみたいな話も聞いてるんで、あと、まあ、キャンプ場がねやっぱり静岡が多いっていうのを聞くんで、でそこはやっぱ去年から通して全然行けてないなっていうのが思いますね。確かに、うん、ずっと行ってるもんね、キャンプ行きたいって。そう、だからそういうとこは暇があれば、なんかこいつんち行ったらなんかソロキャン用のデッキばっかあるんですよ。これでなんか俺はこれでキャンプ行くんだっていろいろ自慢されたんですけど全然俺わかんないんでえーって聞きながら、ね、全然興味ないんですよこっち熱く語ってんのに。いや、行きたいんですけど、行きたいんですけど別になんか集めるまでは行きたくないんですよ。だからこうやってあの行きたいやつ、なんか好きなやつに連れてってもらいたいんですけど、なんかその道具を説明されても全然、いや、はえーしかならないです
そうですね、そうですね、行きたいですね。でもそれはあの伊豆の方とかは連れて行きたいってのありますね。あとまあ下田の海とかめちゃめちゃ綺麗なんで。福岡綺麗な海ある？あんまないんだよね。だよね、下田の海めちゃくちゃ綺麗っていうね、うん、いやもうあそこを見たら他の海行けないの。白浜だ、ね、うん、白浜。そうですね、だからそういうところは連れてってあげたいなんてのありますね。なんかないですか？なんかないですか？好きな料理とか大丈夫ですか？あ、まあ、それこそ釣り、釣り、ね、だったり、うん、なんだろう、遠出が好きですね。そうですね、なんか基本休みの日とかはあの伊豆の下の方行ったりだとか、あのカフェとか探したりとかっていうのはしてますね。基本家にいることが嫌いなんで、なんか逆なんですよ本当に。あんまりなんか外でないっていうか、なんかこれからちょっと始めたいなみたいな趣味で言うと、ちょっと盆栽を変わってるんですよやっぱり。盆栽ってすごく良くて命宿ってるんですよ。なんかこの間調べたら盆栽センターみたいなのがあるんで、ちょっと見に行きたいなみたいな、ね、なんか企画してください。いや盆栽、いい盆栽マジ高い、高いよね、マジ高い、高いよね。木をミニチュアにしたみたいな感じじゃないですか、うん、ちょっと調べてみて、すごい可愛いから、うん、分かった分かった、何調べないね。それで言ったら僕もなんていうの、花、生け花とか飾るの好きなんですよ、この見た目で。なんであの常に生け花買ったり、あと観葉植物とか、そうですね、あと造花、そこら中にドライフラワーとか置くのがあの、まあ、インテリアとかが好きなんで。そうですね、盆栽じゃないですけど俺も花は好きっすね、うん、でもなんかいいっすよね、うん、あ、盆栽プレゼントしてください。なんか盆栽何個か用意してクラブからす。なんで大事にするんで。なんで大体そういうもんじゃないですか、盆栽企業にスポンサードしてもらおうみたいな。ファンサポーターの皆様、いつも応援ありがとうございます。シーズン3分の1ほどが、終わってきまして、まだまだ残りありますけれども、毎日毎日切磋琢磨し合いながら、いろんな状況の中で、チームはしのぎを削りながら頑張っています。でまたまずは直近の試合でいい結果残せるように、まあ、目の前の試合を大事にしながら、集中してこれからも頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。ファン、サポーターの皆様、いつもありがとうございます。やっぱり、サポーターたちの笑顔だったりっていうのが僕たちの、すごい力になるんで、僕たちも1試合でも多く、勝利して、ファン、サポーターの皆様と、笑顔で、終わりたいんで、これからも応援よろしくお願いします。で、同期のコンビっていうのを試合中も見せていきたいので、そこも注目してもらえれば嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。ちょっと自信あるのはちょっと 胸から小屋にかけてなんですけど。すごい、なんかおっぱいありますね。うわ、筋トレしとけよかった。そう、このためでもあります。理由が不純なんだよね。筋トレ始めます。ボソボソめちゃめちゃ嫌いだよねお前筋トレ。嫌いっす。